はい、生駒達也と申します。お時間の見えますので一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、同じ着物ですけど歌い手は変わりましたね。同じ着物やけどどっちかっこいい。はい、お願いします。遠州森のあの石松のこんぴら大山道中河内温度に乗せまして時間車時間来るまで勤めましょう。遠航路は分岐ふたと乗せの弥生さんが中の頃よんほいほい人の心をもはるめいていさいずこをも同じ花なみどき親分しみみせの次郎長があまた石松手元に呼んで親であの三代我が身で容体これが名刀これが名刀ああただよしじゃあちょうど今から七年前に悪代官王おばたあったあきり今じゃすっかり清めたがこのまためいとただよしを四国あのさぬきのこんぴらさんへお供えするのじゃわかったかこの金この百両の世の金もそこにあるそうそこでもう一つ石松よ この白蝶があの頭を下げてお前に一つ頼みがある世間の人が言う通り森のあの石松愛嬌も思うよ街道一の良い男しらふの時は良いけれど酒を飲んだら乱暴死に清水に帰る前ささががら落ちる梅雨ほどの酒をば飲んではならねえぞと森の石松にらみつけよ親分次郎長が悟してしかれI'm keep
聞いて始末驚いた。酒を飲まずにこの俺がたとえ一日半日も暮らせることを知りながら、うちの親分お人が悪い、行きと帰りが400里、毎日毎日団子を食って、安倍川食って汁川吸って、にっこり笑ってこの石松が長もんぼっちゆけますから。嫌だねったら嫌だね、嫌だねったら嫌だねと口が出さねえど胸の内。そのよ一夜はどこに着く、木場でスズメがチヨヤチヨ、シャボが二度がキャヨが明ける、よんほいほい朝も早かがら石松はないさ、回しあのガラパーにさあんのがさ、旅の支度も十分に親分行ってめりやすと、一足表に飛んで出やおまがさこまさをはじめとなした、あまた身内に、あまた身内に、ああ見送られねえ、富士の大山を後にする、恩ピラさんに来てみれば、今日も舞の人の波よ、おいおい、あいやこらせの恋せ、勤めを終えてあの石松はないさ、またもあの四国をあとにして、回しがっぱに三本が朝切れよも、わらしのつまさやきか歩く、やってきました大阪の八景やから、船に乗る船は浮き物の流れ物、ほらよいとこさっさのよやさっさ、さてもこの場の皆様方よ、この先まだまだあるけれど、ちょうど時間となりました、お聞き苦しい息その中をようこそま成長たまわりました、これにて失礼いたします、ありがとうございました。ありがとうございました。